こんなに尽くしたのに。柴田茂家、主家への怒りの挙兵の理由は誰もが納得。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは柴田茂家について紹介していこうと思います。戦国時代ですから生存競争は激烈ですよね。下克上も珍しくなくなりますから、家臣が主君に反旗を翻すのは少なからず起こることでした。中でも今回ご紹介する柴田茂家は主君上杉景勝に反抗すること約7年間。しかしそれにはちゃんとした理由がありました。聞いたら誰もが納得するはずのその理由を含めて彼の生涯を追っていきましょう。柴田氏ってどんな一族？まずはちょっと珍しい柴田という名字を持つ一族について見ていきましょう。柴田氏は越後の豪族です。国衆とも言いますね。その中の阿賀北衆佐々木党の一員でした。佐々木氏は源氏の血を引く豪族です。阿賀北衆は阿賀野川の北岸地域を領地としていたため阿賀北衆とも呼ばれました。鎌倉時代からずっとこの地を根城にしていたため彼らは支配意識が非常に強かったそうです。そのため室町時代に派遣されてきた守護の上杉氏や守護代の長尾氏に対しても独立心が強く完全服従とはいかなかったようです。時には対立することもありました。そんな上杉氏とは微妙な関係の家柴田氏に茂家は誕生したんです。生まれは柴田氏、しかし養子へ。茂家が生まれたのは天文6年のこと。豊臣秀吉や足利義昭が同い年になりますね。父は柴田綱貞、この時はすでに上杉謙信に仕えていました。茂家には兄長篤がいたため、彼は柴田一族でもある泉野氏に養子入りすることになりました。ここで元服して家督を継ぎ、泉の春長と名乗るようになります。ややこしくなってしまうので、この記事では茂家で統一していきますね。茂家は若い頃から武勇の人として知られていたようです。父や兄と共に上杉謙信に仕え、謙信の関東遠征や川中島の戦いにも参戦しました。特に関東遠征時の時の小田原城攻めの時には、撤退戦で一番危険なしんがりを自ら申し出てしっかりと役目を果たし、敵味方から高く評価されたんですよ。川中島の戦いでも兄長篤と共に先行を挙げ、この時の柴田衆の戦いぶりは目覚ましいものだったそうです。まだ15、6歳だというのになかなかやるものですね。謙信の急死とおたての乱。しかし上杉家に風雲急を告げる事態が発生します。天正6年、謙信が突然倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまったんです。謙信には実子がなく、二人の養子が後継者候補でした。一人が景勝、謙信の姉の息子にあたります。もう一人が景虎で、こちらは北条氏康の息子でした。しかしどちらが継ぐかを謙信が決めないまま行ってしまったため、当然家督争いが起こったわけです。家臣たちも景勝派と景虎派に分かれ、越後を二分する大騒動となりました。これがおたての乱です。茂家はどうしたのかというと、上杉家臣の安田昭元に誘われ、兄長篤と共に景勝側につきました。ここで柴田いじみの兄弟は大きな働きをすることになるんです。兄長篤はもともと外交手腕に長けた人物だったようで、乱に伴い景虎救援と称して援軍を出してきた甲斐の武田勝頼をうまくなだめ、
景勝側との講和をまとめ上げたんです。これは乱の終結にもかなり大きな意味を持ちました。また重家は自慢の武勇により同族でありながら景虎側についた梶秀綱を下し、どさくさ紛れに介入してきた東北の芦名守氏や伊達輝宗らを退けるという功績を挙げました。そして乱は景勝側の勝利に終わったんです。なぜだ、こんなに頑張ったのに。このようにホタテの乱において柴田勢の活躍は群を抜いていたわけで、当然重家や兄たちは論功行賞に期待を持っていました。ところが蓋を開けてみれば予想外の結果が柴田勢を待っていたんです。メインの褒美は景勝子飼いの家臣たちにばかり言ってしまい、最大の功労者とも言うべき重家の兄長篤の働きに対しての褒賞はほとんどなく、重家に至っては柴田氏の家督を継ぐ権利を保証されたのみでした。あれだけ頑張ったのにこんな評価しかされないのかと重家は愕然としたに違いありません。それから間もなく兄長篤は病没してしまいました。失意の思いもあったかもしれませんね。また二人を景勝側へ引き入れた安田昭元は景勝と二人の間に立ち、なんとか関係を修復しようと奔走しましたが不発に終わり、重家への謝罪として自刃してしまったんですよ。重家の心中いかばかりだったでしょうか。これが天正8年のことでした。そして重家は兄の後を継ぎ、いじみの春長から正式に柴田重家となったのです。募る不満と乱の始まり、兄や安田の死、軽んじられる柴田一門、主君上杉景勝に対する重家の不満は日を追うごとに大きくなっていきました。もともと独立意識の強かった阿賀北州の一員ですから、そんなプライドも重家の心中にはあったかもしれません。そしてこの状況を見逃さなかったのが、お盾の乱でも介入してきた芦名伊達領氏でした。もちろんこれは景勝側には内緒です。このような密かなバックアップを得た重家は、一門やお盾の乱で景虎派に属した人々を味方につけると新潟城を建設してほぼ独立状態となったんです。加えて武田氏を滅ぼし、次は上杉征伐と意気込む織田信長ともつながり、ここに柴田重家の乱が勃発することとなったのでした。こうして挙兵した重家は景勝方の城に攻勢をかけ、幾度も勝利を収めます。その一方で織田方の兵は西や南から上杉領に攻め込み、景勝の本拠地春日山城にまで迫ったんです。利害の一致した重家と織田軍は今や景勝の命さえ脅かし、あと一歩のところまで来ていました。ところがそれを覆す事件が発生してしまいます。時は天正10年6月、本能寺の変が起きたのでした。信長の死と秀吉の登場。信長の突然の死により重家や景勝を取り巻く状況が動き始めます。織田軍が撤兵してしまったんですね。しかしそれでも重家が戦いをやめる理由にはなりませんでした。彼にとっては信長の死なんて自分たちの戦にはどうでもいいこと。柴田のプライドを見せつける戦いはまだまだ続いたのでした。天正11年の2度の大きな戦では重家は景勝側の軍を大いに破り、あと一歩でその首を取るところにまで追い詰めました。この時に多くの景勝派の武将も討ち取り、柴田勢の息は上がる一方だったんです。一時は越中の佐々成政と結び、景勝を挟み撃ちにする勢いでした。しかしここでその勢いを拒む存在がクローズアップされます。天正14年、景勝は豊臣秀吉に心中を誓い、その後ろ盾を得たのでした。つまり重家は景勝の主秀吉に反抗する謀反人ということになってしまったんです。一応秀吉は重家と景勝の間を取り持とうとはしたようなんですが、
この二人が相入れるはずもなかったんですね。そして天正15年、景勝の1万の軍が柴田城を包囲しました。重家は使者としてやってきた信仰のある僧の説得も拒絶し、最後の戦いに挑んだのです。和泉の城はすでに落城し、重家に残されたのは柴田城のみでした。もはや勝ち目などありませんが、ここで降伏するなんて重家には考えられなかったことでしょう。最後のプライドを見せてやろう、そう思ったのでしょうね。重家は家臣と最後の酒宴を催した後、打って出ました。一帯を率いた重家は、義理の弟ながらも敵となった色部長真の陣で思う存分刀を振るい、多くの敵兵を斬り殺した後、親戚の吉見で我が首をくれてやろうと、その場で十字に腹を切って果てたのです。享年41。これで足掛け7年に及ぶ柴田重家の乱はついに終わりを告げたのでした。まとめ1。柴田氏は越後の阿賀北州の一員で独立色が強かった。2。重家は和泉の市に養子に入り、和泉の春長と名乗っていた。3。主上杉謙信の死後起きたお家騒動、お盾の乱で手柄を立てた。4。先行あったにもかかわらず冷遇され、不満を募らせた。5。周辺諸将と結び乱を起こした。6。一時は景勝を追い詰めるほどだったが、やがて追い詰められ自害した。自分の献身が評価されなかった時の彼の心中は愕然一色だったでしょうね。やっぱり主を恨んでも仕方なかったと思いますよ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。